二人とも待っていた。うわ、思ってたより人がいるな。あ、クレイにガイアまで。パイモンちゃんと英雄騎士のお姉ちゃんだったんだ。久しぶりだね。ほう、お前らだったのか。参ったな。なんというか、お前らはいつも予想外のサプライズを持ってきてくれるからな。ひひ、仲良しの友達に会えるって思うと楽しみでノックしそびれちゃったぜ。びっくりさせたか？あ、お前たち、まさか聞かれたらまずい秘密の話とかをしてたわけじゃないよな。お前に案内してもらう必要がどこにあるんだよ。本当に久しぶりだ。パイモンと旅人は相変わらず仲がいいな。心配するな。秘密の話をしていたわけじゃない。むしろ、ちょうど君たちの話をしていたところだ。そうだな。この件の主役に話してもらおうか。うん。クレイが話すね。何日か前ね、クレイは反省室で、ドドコの物語を読んでたんだけど、そしたら、窓の外から、手紙が一通飛んできたの。手紙？手紙がどうやって飛ぶんだよ。小鳥みたいに羽をパタパタさせて飛んできたんだよ。おしゃべりもできたんだから。それでね、よくわからないお話をしてたの。よくわからない話？反省室がどうのこうのって話みたいにか？こら、ガイア。おっと、教育的指導は大事だぜ。うー、わかった。ちゃんと話すね。手紙はこう始まったの。クレイ、なんでまた反省室にいるの？って、ごめんなさい。それから、ママは最近忙しくて、なかなか遊びに連れて行ってあげられないけど、ママのお友達がね、クレイをぜひお家に招待したいんだって。って、書いてあったの。ああ、アリスからだったのか。それが、一応危険はないはずなんだが、少し遠い場所にあって。うん、ママのお友達のお家は、スメールにあるの。もちろん騎士団はクレイを一人でスメールまで行かせられやしない。でもその友人を訪ねたいっていうクレイの意思もなかなか固くてな。絶対行くよ。そこで一緒に遠出してくれる人がいないか考えてたってわけだ。もし頼りになる英雄が、それもモンドを救ったことがあるような英雄がついていってくれれば。なるほどな。それでオイラたちを呼んだってわけか。すまない。でもクレイは君と仲がいいし、一番適切な人選なんじゃないかと私たちは考えている。うんうん、いいぞ。この依頼受けてやろうぜ。へっ、英雄騎士のお姉ちゃん、いい？やったー。英雄騎士のお姉ちゃんがいてくれるんだったら、どこへ行ったって怖くないよ。ほらな、応じてくれるって言っただろう。それじゃああとはみんな頼りになる旅人に任せて。ガイア、君も一緒に行ってきてくれ。この間から貯めていた書類はもうこっそり終わらせたんだろう。君もこの機会にゆっくり羽を伸ばしてくるといい。やれやれ、バレてたか。なら断る理由もなくなっちまったな。ガイアがいてくれるならトラブルにあっても安心だよな。でもスメールってまたまた遠いな。いっぱい歩かないと。大丈夫。ママの手紙には不思議な招待状もついてたの。大声で行きたい場所をみんなで一緒に叫んだら、瞬く間に、
って飛んでいけるって手紙には書いてあったよ。おお、そんなに便利な道具があるのか。でもチャンスは3回しかないから、むやみに使っちゃダメなんだよ。なんだよ、行き帰りの2回を抜いたってまだ1回余ってるだろう。そんな不思議なものをなおさら大切に使うべきだろう。何しろ今は目的地もわからないんだ。向こうに着いたら別の危険があるってことも考えられる。一つ俺に考えがある。旅人、お前の人脈ならスメールの地理にも詳しい現地の友人がいるだろう。その人のそばに飛ぶんだ。そしたら不思議な招待状の機能も試せるし、その人に案内してもらうことだってできる。確かに一理あるな。どうせ一回余ってるわけだし、ちょうどいいぜ。それで賢いパイモンは誰か思いつくか。ひひ、いそうだな。スメールに詳しくてガイドもできるやつってなると、レンジャーが良さそうだな。で、レンジャーが普段よくいる場所は、うん、ティナリにも手伝ってもらえるかもだよな。よし、じゃあまずはガンダルバー村へ行こう。うん、クレイはどこへ行くのでも楽しいよ。それにクレイはガイアお兄ちゃんと英雄騎士のお姉ちゃんたちを信じてる。それじゃあ代理団長、行ってくるぜ。風の導くままに、君たちの旅がうまくいくよう祈っている。それからクレイ。わかってるって。クレイ気をつけるから。よーし、出発だ。目指すはガンダルバー村。ガンダルバー村、ガンバルダー村。おい、今何村って。おい、びっくりした。変なところに転送されちゃうんじゃないかと思ってビビったぞ。イヒヒ、ごめんね。わざとじゃないよ。そりゃわかってるけど。でも、不思議な招待状が本当に機能するなんてな。面白い。本当に一瞬でスメールに到着したのか。ここがママのお友達が住んでるところなんだね。大きなお花がたくさんある。それから、ぴょんぴょん跳ねるキノコも。スメールにはまだまだ不思議なものがたくさんあるぞ。例えば、そうそう、初めて見た時はオイラもびっくりしたぞ。クレイ、この跳ねるキノコはキノコンって言うんだ。見た目は可愛いが、不用意に近づいたらわざと帽子をぶつけてくるぞ。本当？じゃあクレイも帽子をぶつけ返す。クレイは頭の帽子とは別にパーカーにも帽子がついてるから、きっと勝てるよ。少なくとも爆弾よりは帽子の方がだいぶマシか。まあオイラたちは仲良しだから、きっとクレイが爆弾を使わないように止められるよな。うん、爆弾で周りのものを爆発させないよう気をつける。できるだけ。本当か？いい子じゃないか。クレイも大人になったな。うん、クレイはお利口さんの火花騎士だもん。じゃあお利口さんの火花騎士さん、早速ティナリっていう友達に会いにガンダルバー村へ行こうぜ。そういう服装のやつのことなら、確かに他のレンジャーから聞いたことがある。そう、やっぱり私の推測は間違っていなかったみたいね。あれ、旅人パイモン、ガイアさんと、それにクレイまで。こ
コレイのお姉ちゃん、久しぶり。コレイにエウルア、お前たちなんでここに？特にエウルアに聞きたいんだけど。遠出してきたらバカンス中の遊撃小隊隊長にばったり会うとは奇遇だな。どうしてみんなが来るの？今困った顔しなかったか？うんうん、そうだな、行こうぜ。私に気を使ってそこまでしてくれる必要はないわ。勘違いしないで、気まずくなんか感じてないから。だったらいいんだけど。それならよかったぜ。はるばるスメールまで来たからにはきっと興味深い理由があるんだろう。早く俺たちにも教えてくれよ。ちょっと複雑な話になるけど、簡単に言うと私はいとこを探しているの。少し前、彼は突然失踪してしまった。彼の家の調査結果から見るに、彼はローレンス家を再興する方法を探しにスメールまで来たらしいわ。はるばる別の国まで方法を探しに？まさかスメールで勉強でもするつもりなのか？それはないと思うわ。彼はもう基礎教育を受ける年をとうに過ぎているもの。もう一段階上の勉学となると、あくまで私の彼に対する印象だけど、その気はないと思うわ。彼は家族の名誉を何よりも大事に思っている。最高という考え方は間違ってるとは言えないけど、どこまでそれに執着しているのか、トラブルに発展しないかどうかまではわからない。どちらにせよ放っておけないわ。それが事実なんだったら、お前のそのいとこってローレンス家の大した行動派だよな。モンドからスメールまでの道のりって結構大変なんだぞ。その上私に身の安全まで心配させるなんて、いい度胸をしてるわ。ヒヒ、エウルアって優しいな。そうだよ、エウルアお姉ちゃんはこの前クレイにムーンパイをごちそうしてくれたな。彼は同じ一族のものだもの。とにかくどうにか見つけて身の安全を確保した上で連れて帰るわ。君たちはどうして急にここに現れたの？そうだったのか、困ったな。ティナリ師匠は最近パルディスディアイで講座をやってるんだ。でも私でよければちょっとは手伝えるかも。この招待状にざっくり書いてある位置だと、砂漠の…砂漠？あれ？ママのお友達って砂漠に住んでるの？じゃあ砂漠のおばちゃん？セノ様から聞いたことがあるんだけど、その砂漠のエリアでは妙な伝説が語り継がれてて、全ての願いを叶えてくれる秘境が存在するんだって。ああ、セノさんだったな。さん付けでいいって言われたんだった。慣れていかないと。全ての願いを叶えてくれる秘境、本当なのかよ。そんなところが実際に存在するのか。数年前の私だったら信じちゃってただろうけど、今はいろいろ経験したから正直本当かどうかは怪しいと思ってるよ。なるほど。伝説が本当だとは限らないけど、彼はもしかするとそこへ運試しに行ったのかもしれないわね。君たちがそのエリアに行くなら私も一緒に行くわ。いとこの本棚にはスメールの砂漠に関する伝説がたくさん置いてあったの。その線から考えると彼もその秘境を目指した可能性が高いわ。私も一緒に行っていいかな？役に立てると思うんだ。スメールにいる限りはガイドが必要だろうし、
私ならぴったりだと思うよ。レンジャーなら勇気を出して助けの手を差し伸べるべきだと思うんだ。コレイの能力なら安心できる。これでまたさらに強いチームになったな。クレイ隊長はどう思う？クレイもすっごくいいと思う。一人の喜びは小さなものだけど、みんなの喜びを集めれば大きなものになるって物語の本に書いてあったな。こんなにたくさんのお兄ちゃんやお姉ちゃんたちと一緒にいるクレイを見たら、ママのお友達もきっと喜んでくれると思う。その通りだな。それじゃあ早速不思議な招待状をもう一回使おう。わあ、広い砂漠。実際にこの目で見るとすごいな。確かに壮観だな。どうした？具合でも悪いのか？いえ、ただちょっと慣れるのに時間がかかっただけ。ここの空気はモンドと比べて少し乾燥しているから、ここは人が住めるような環境には見えないわ。本当に秘境があるとしても、この辺りには入り口も見当たらないようだけど。まさかさっき、私が読み間違えちゃって、そのせいで。そんなことないよな。違うよ。絶対クレイお姉ちゃんのせいなんかじゃない。一回目の時はクレイも読み間違えたけど、それでもちゃんとガンダルバー村に着いたもん。これまでの経験からすると目的地は間違ってないようだな。砂丘の下に入り口が埋もれたりしてないか？仕方ない、探してみるしかないわね。疲れたぞ。喉も渇いたし。おかしいな。不思議な招待状に何か問題でも起こったか？あれ？そんな、まさかクレイが壊したんじゃないよね？でもクレイ何もしてないんだけどな。ドドコが証人になってくれるよ。きっとクレイのせいじゃないと思うよ。だってほら、この髪シワもついてないし。ん？栄誉騎士のお姉ちゃん、何かいい方法を思いついた？あ、おいら分かったぞ。ほう、なかなか面白い考え方だな。不思議な招待状もここにあることだし、招待状を出した秘境も必然的にこれと関係があるはずだ。わかった。クレイ、とっておきの技があるよ。へえ、どんな技？私たちも覚えられるかしら。うん、ママが言ってたな。助けが必要な時はこうして大声で叫んでって。不思議な招待状さん、不思議な招待状さん、クレイは助けが必要なの。なんとかして。あ、おい見ろ、本当に何か飛んできたぞ。え、あれは瓶？どうやら効果があったみたいだな。俺もその技を覚えておくとしよう。お前もどうだ？結構よ。私には向いてないわ。瓶って言うとスメールの伝説にはおなじみのアイテムだよな。まさかこれが秘境の入り口なのか？瓶の中にある秘境か。リーユエならありそうだけどな。本当にそうなんだったら入る方法は一つしかないよな。ほら、手を出せよ。ねえ見て、
ここに広い綺麗なお庭があるよ。不思議ね。あんなに小さな瓶だったのに。みんな、ここで少し休憩を取りがてら、現状を分析して、これからどうするかを決めましょう。そういえば、魔瓶の物語を知ってる奴はいるか？あ、キング・デセルトと瓶にいるジンニーの話か？全部の単語が分かったわけじゃないけど、読んだことあるぞ。ガイアお兄ちゃん、それって、どんな物語なの？昔ね、冒険隊が瓶の国で冒険するってお話をママから聞いたことがあるの。でも、それは魔瓶って名前じゃなくて。ああ、ゆっくりクレイに教えてあげてもいいぞ。だがクレイが一人でどんどん先に進んでしまったら半分しか聞けないかもしれないな。わかった。クレイもちゃんとみんなと一緒に歩くよ。クレイ、君もなんとなく違和感を覚えてるんでしょ？うん。ここは眺めがいいけど、やけに静かだ。それに、クレイのお母さんの友達だって人も出てこないし。砂漠のおばちゃんは奥に住んでるのかな？きっと、フィッシュロー姉ちゃんの夕夜浄土みたいに、お部屋がすっごく広いのかも。もしかして、今クレイたちがいる場所は、まだ一番端っこだったりして。仕方ない。とにかく奥へ進んでみよう。この先で会えるかもしれないしな。おお、大きな水の球体だぞ。触るとどんな感じなの？ねえねえ、触ってもいい？ひひ、これだけ大きければ中に入れそうだな。ふい！怖いぞ！なんで急に脅かすんだよ！とりあえずは触らない方がいいと思うわ。この場所についてまだ詳しく分かってないんだから。でも何もしないでいたら何も起こりっこないじゃないか。ほう、これは瓶の魔境を維持するコアなのかもしれないな。ひとたび起動すればこの空間は元の瓶の大きさに戻り、閉じ込められた俺たちは。わかったわかった、触らない、触らなきゃいいんだろ。ガイアお兄ちゃん、その話本当なの？もちろん本当なんかじゃないさ、クレイ。秘境のコアはきっとすごく大事な場所に隠されているに違いない。例えばあそことかな。うーい、体がすくんで、今の今まであの大きな丸いやつに気づかなかった。誰？そこにいるのは。丸い水の化け物だ！本当に化け物が出た！でも、敵意はなさそうだな。それどころか、私たちを見て喜んでるように見えないか？本当に？オイラをパックリ飲み込んだりしないか？お腹が空いてるわけじゃないみたい。そうだよね、しずくちゃん。やれやれ、しずくちゃんの言葉は難しいな。あ、行かないで、待って。止まった？もしかして私たちの言葉がわかるのか？わかった。この子きっと案内してくれてるんだ。町の猫ちゃんみたいに。町の猫ちゃん？
モンド城を歩いているとたまに道端で猫と出会えるだろう。お前が歩けばそいつも歩き出す。好奇心に任せてずっとその後をついていけばたどり着く先は、その通りだ。後についていってみよう。何か面白いもんが見つかるかもな。また変な装置があるぞ。それに石の壁も。この装置、さっき見た大きな水の球体とちょっと似てる。ここに連れてきたのは、私たちに何かしてほしいってことなのか？あれ？しずくちゃんのお友達、中に閉じ込められてるの？悲しまないで、しずくちゃん。クレイたちが絶対助けてあげるから。そうだぞ。でも、どうするんだ？まさか石の壁を壊せってことか？ううん。石の壁は壊せないんだって。扉を開く鍵はないか？しずくちゃんが消えた？でも代わりに装置が光り始めたわ。ほら、あそこの壁に何かが投影されてる。平面空間に同じ構造の図形がいくつか重なっている。そう、あの子のお友達はその向こうにいるんだよ。でもどうしたら壁の模様に入れるっていうの？しずくちゃんと同じ方法を使うとか？ねえ、抽象的だな。いや、クレイの言う通りだ。しずきちゃんが鍵として仕掛けを起動してくれたから、後に続く俺たちは装置に触れるだけで中に入れるはずだ。俺たちがこの秘境に入った時と同じさ。そうか。よし、それじゃあみんな心の準備をしろよ。さっきまで真っ平らだったのに、壁から出てきた途端まん丸になったな。ひひ、しずくちゃんの友達もやっぱりしずくちゃんだな。二人とも嬉しそうなところまで一緒なんだな。なあ、しずくちゃん2号が行っちゃった。ありがとう。栄誉騎士のお姉ちゃんのおかげで助かったって。さっきは旅人もあの平面空間に入っていたわよね。気分はどう？そんな冗談が言えるくらいなら何の問題もないな。ならよかったわ。やっぱりエウルアってなんやかんやで気にかけてくれるよな。それに比べてガイア、お前は提案した張本人のくせに。俺は旅人なら大丈夫だと確信していたからこそ提案したんだぜ。しずくちゃん、ここにはあなたとそのお友達以外に他にも住んでる人がいる？ほら、クレイやお兄ちゃん、お姉ちゃんたちみたいな人。ああ、また行っちゃったぞ。うん、でもいい知らせがありそうだな。よし、私たちもついて行ってみよう。イリアさん、おそらく今が最も危険な時です。躊躇する余地はありません。この数日状況は悪化する一方なのです。あなたも分かっているのでしょう。だとしても、ここの主であるあなたがこの状況に甘んじていていいのですか？私別にここの主ってわけじゃ。あれ、なんか一つは聞き覚えのある声だよな。もしこの後に秘境に入ってきた人がここの今にも崩れそうな様子を目にすれば、きっとここは
放棄された場所なのだと誤解してしまいます。別の角度から考えてみましょう。もし秘境を完璧な状態に保てたら、ここに足を踏み入れた人々は素晴らしい景色を目にすることでしょう。砂漠の真ん中にいるはずなのに、美しくて不思議な風景を見ることができたと、きっと感動してくれるはずです。クーシさん、おっしゃる通りです。でも、ここまで来たら、思い切って苦境を突破しましょう。最も大事なのは、心残りと後悔を残さないことですよ。うわ、そりゃ、進んで心残りなんて選ぶ人はいませんから。わかりました。できるだけ逃げないように頑張ります。でも、ここから巻き返すなら。ひひ、オイラはもうわかったぞ。栄誉騎士のお姉ちゃんが違うところで知り合った、いいお姉ちゃん？巫女さん？巫女と魔女って、どんな関係？あなた、どうしてここに？あれ？そっちは新しく入ってきた旅の人たちですか？こんにちは。ここはベルーリア・ミラージュで、私は、神境の管理人のイディアです。こんなに荒れたところ、お見せしちゃってすみません。これからは、全力で問題を解決していきますので、多分。皆さん、こんにちは。私は、大丈夫。私がまとめて紹介してあげます。ん？まずは挨拶した方がいいかと思ったのですが。でもまあ、お願いしてしまいましょうか。こっちはあなたたちと同じく、ここを訪れた旅の人で、立派な軍師なんです。あなたたち、稲妻の恩用寮って聞いたことあります？恩用？何なんだ？恩用寮、それは厳しい陰陽術を訓練するための学校。学級を、こ、おつ、へ、ての4つのレベルに分けて、試験の得点によって式神の力を配分するんです。ちょっと待ってください。この方こそ、学校史上稀に見る卒業試合で低学級を率いて、高学級に打ち勝った伝説的な人物。人呼んで、軍師！そうでしょ、軍師さん。あれ、軍師さん。ん？学校史上まれに見る低学級を率いて、低学級ってなんだ？さっき栄誉騎士のお姉ちゃんが言ってたのと違うね。巫女さんだって話は？これって、バラされてシュラバってやつ？それか、もしかして、外で偽名を使ってたら、知り合いにばったり会っちゃったとか？ちょっと恥ずかしいような。でも、すごいような。やっぱり、肩書きっていうのは、他の人から聞くのが、一番かっこいいのかな。周りに溶け込むために私も自分に肩書きをつけた方がいいのか。うん、軍師というのはあくまで他の方からいただいた賛美に過ぎません。私は三五宮ここみと申します。あれれ、おっと、失礼しました。軍師さん、三五宮さんって呼ぶべきだったかな。構いません。名前など所詮私の存在を言い表すための呼び方でしかありませんから、お好きなように呼んでいただければ。くれ、わかったよ。ママが聞かせてくれたお話と一緒だ。あのね、教えてあげる。物語には瓶の国に入って冒険する人がたくさんいたの。王様って呼ばれる人も、騎士って呼ばれる人も。三五宮お姉ちゃんは、物語の中で言うと、
すべての難しい問題を解決してくれる。頭のいい人って、なんて言うんだっけ？使者かしら。ああ、軍師っていうのは、まさにそういう人物だ。じゃあ、クレイも軍師って呼ぶよ。軍師の姉ちゃん。もちろん構いませんよ。可愛い言い方ですね。むしろ、私のペンネームよりもずっと可愛いかもしれません。それで、皆さんのことはどうお呼びすればいいでしょうか？もちろん忘れてなんかいませんよ。他の皆さんも並々ならぬお方の様子、ぜひ紹介していただけませんか？クレイも肩書きが欲しいな。そうだ、クレイは魔女がいい。ビュンビュン飛べるかな。ガイアお兄ちゃんは大盗賊で、英雄騎士のお姉ちゃんは騎士。それとパイモンちゃんは騎士の隣にいる妖精。盗賊か？子供の頃はよく海賊ごっこをしてたもんだが、それが今では陸の盗賊になったか。迫力がありそうで悪くない。待って、騎士の枠は埋まっちゃったの？エイウルアお姉ちゃんは全てを切り開く魔剣士だよ。キラキラした素敵なマントを持ってるの。うん、まあそれならいいわ。これお姉ちゃんは治癒士かな。治癒士だって大事なポジションだと思う。ただ私にできるのかなって思って。私こっそり自分に当てはめた肩書きは冒険者とか音楽家だったから、治癒士に選ばれるなんて、なんかティナリ師匠みたいかも。クレイを信じて。クレイお姉ちゃんはあんまりいっぱい喋らないけど、すっごく優しいんだよ。まるで物語に出てくる治癒士みたいに。君ならできるわ。少なくとも傷の手当ては得意だったでしょ。いや、一番得意なのはテント張りだって前にも言っただろ。でも全力で頑張るよ。今日は師匠の仕事を受け継ぐ最初の日だ。いいアイデアですね。もし新しい旅の人が入ってきたら、その人にも肩書きを与えましょう。それにそれぞれロールプレイングもしてもらって。イディアお姉ちゃんも。イディアお姉ちゃんは物語にはたくさんの人が出てくるけど、イディアお姉ちゃんみたいなキャラクターはいなかった。別に大丈夫ですよ。私はすでに管理人なわけですし。わかった、イディアお姉ちゃんは物語には出てこなかったマスコットだ。マスコット？クレイ、別のにした方がいいかもしれないぞ。マスコット、つまり何もせずに全てのことを他人に任せられるお気楽なキャラクターってことですか？やば、見透かされたかも。あっちは完全にサボれるかもって夢見てるな。マスコットは軍の士気を高められるとても重要な役ですよ、イディアさん。わかりました。引き受けます。はいはい。新しいお友達を連れてきてくれてありがとう。今はちょっと一人で遊んでてね。ありがとう、しずかちゃん。バイバイ。こいつのことをしずくちゃんって呼んでるんですか？確かにぴったりですね。さっきから話題がそれちまってるけど、イディアは確か何かに悩んでいた様子だったな。
ベルーリア・ミラージュに何か問題でも起こったのか？あ、それは、ついこの間、心境が破壊されてしまって、まるで天と地がひっくり返ったみたいな状況なんです。心境全体の運行を支えてたコアのパーツが一部なくなっちゃったせいで、周りのエリアにまで影響が及んじゃってて、今、心境の多くのものは止まってしまってます。この間、友達の娘さんと遊ぶって、そう約束したのに。結局今はこんなことになっちゃって。イディアお姉ちゃんが、ママのお友達の砂漠のおばちゃんだったのね。これ、不思議な招待状を持ってるんだよ。ほらほら、これ見て。え？待って、あなたは。すごく驚いているみたい。瞳孔が開ききっちゃって。それってダメだよな。ママがここに来るようにって、クレイに言ったんだよ。ママは大魔女で、ママのお友達は砂漠に住んでるから、砂漠のおばちゃん。お姉ちゃんのことだよね。そうだったのですね。魔女の子は魔女というわけですか。あなたがアリスさんの心境のコアに隠れたい。そうだ、隠れよう。100年間隠れるんだ。イディアは完全に心をくじかれたみたいだ。まるで希望を失ったキノコみたいに。コレイってそういうツッコミキャラだったの？大丈夫、クレイが手伝うよ。みんなも手伝うから大丈夫。悩みなんてシュボボボーって飛んでっちゃうよ。他のことはともかく、こいつは直すのが大の得意なんだぞ。私はポンコツですけど、立派なみんながいてくれて本当に良かったです。そんなこと言うなよ。お前だって十分すごいぞ。励ましてくれてありがとう。とりあえずみんなは一旦おしゃべりでもしながら休んでてください。私にも考える時間をください。例えばどう任務を分けるかとか。軍師のお姉ちゃん、栄誉騎士のお姉ちゃんから聞いたんだけど、渡積島ってところから来たんだよね。渡積島ってどんなところ？名前に海が入ってるってことは、もしかしてお魚がたくさんいる？あ、軍師のお姉ちゃんの名前にも海って字が入ってるよね。もしかしてお姉ちゃんはお魚から人間になったの？あらあら、魔女さんをがっかりさせてしまいますね。でも私はただの普通の人間ですよ。渡積島の物語は、そうですね、景色を見ながら話しましょうか。コレイはやっぱりまだちょっと緊張してるのか？俺たちのガイドなのに。私はただ新しい役割になれようと思って、ティナリ師匠の話し方をイメージトレーニングしてるんだ。他人を真似するなら口癖から始めるのが手っ取り早いらしいぜ。そうか。じゃあ、今すぐそのキノコを捨てて。それは食べられないやつだから。なるほどな。お前の師匠がどんなやつなのか一瞬で分かったぜ。なんだよそれ。ガイアさんの方こそ、大盗賊だなんて、全然いい人には聞こえないぞ。大盗賊の俺が敵のものを盗んだなら、こっち側にとってはいい人だろ？反論できない。最近この心境に来た人？結構前ですけど、教練院の妙論派だっていう金髪の建築デザイナーが来たかな。たくさんの建築を再設計してくれたんですよ。いつもブツブツ何かつぶやいてたけど、仕事は早くて、本当にいい人でした。それに私と同じで傷つきやすいタイプで、あ、
今のは聞かなかったことに。うん。私はメンタル強いので。その次に来たのがモンドの貴族と、軍師の、産後の宮ココミさんです。でも、そのお二人をちゃんとおもてなしする前に、心境には妙な変化が起こったんです。そのモンド人が今どこにいるか知らない？確か、心境に変化が起こった後、彼は北の方のエリアに向かいましたよ。心境に問題が起こったのは残念でした。ふぅ。もし全てが元通りになったら、すぐ彼を見つけられるかもしれないんですけど。まあでも、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。心境の中は危険じゃありませんしね。うん。イディア、オイラたち、もう喋り尽くしたぞ。はい。それじゃ、みんなのマスコットイディアが、ここに起こったことを説明します。簡単に言うと、神境にあるすべてのものの運行は、みんなが見たコアホイールに頼ってるんです。でも、神境に大きな振動があった後、コアホイールからいくつかのパーツが外れてしまって、確か、4つだったかな。そのせいで、今は運行が止まってるんです。へえ、あのでかいのって、もともとは動けたんだね。ええ、今のような正気のない姿じゃなかったんですよ。まあ、もともとは、ですけど。はあ、うまくメンテナンスできなくて、本当にごめんなさい。気にするなって。つまり、上の大きな丸いやつを直すには、すべてのパーツを見つけないといけないわけだな。はい。パーツの一つはこの近くに落ちてるはずで、位置もわかってます。でも、他のエリアに落ちたものは、みんなに探してもらうしかなくて。ふん。それじゃあこの管理人兼マスコットが、冒険任務をそれぞれに託していきますよ！無理して笑わなくてもいいんだからな。それじゃあ、率直に言いますね。魔剣士のエウルアさんと治癒士のコレイさんは北のエリアを探索してきてくれませんか？わかったわ。ついでに人探しもできそうね。じゃあ私はエウルアをサポートするよ。今まではアンバーと一緒に行動することが多かっただろうけど、今回は私に任せてくれ。全力で頑張るから。ならよかったわ。人生の先輩のアンバーに負けちゃダメよ。大盗賊のガイアさんと魔女のクレイさんは番書を送り合わせの上、西のエリアへ。番書？都合をつけて行ってきてくれってことさ。いいぜ。安心して俺たちに任せてくれ。それから最後に、軍師の産後の宮さんと騎士の旅人さんは、よかったら私と行動しませんか？一緒に最初のパーツを取り戻しましょう。わあ、本当に騎士の気迫たっぷりですね。さすが本業の方です。では軍師の謀略もお二人と共にありますよ。それじゃ何か手がかりを見つけたらここに戻ってきて集まるってことで、道中くれぐれも安全には気をつけて助け合ってくださいね。特に魔女さん。うん、クレイ、ちゃんとガイアお兄ちゃんの面倒を見る。ガイアお兄ちゃんもいい子にしてるぜ。よし、じゃあ解散しましょう。二人ともついてきてください。ここみんなきっと不思議に思ってるでしょう。パーツはどこにあるんだろうって。あれれ、何にもないじゃんって。あのライトだろ、この前しずくちゃんが見せてくれたぜ。そうですか。それを紹介するのも私の役目だったんですけど。
それも水系元霊に奪われちゃってたとは。イリアさん、落ち込まないでください。水系元霊は使い方を見せてくれることはできても、直接交流できるわけではありませんから。生き生きとした完璧な解説をしてくれるのはあなただけです。ココミって人を言葉で動かすのが得意だよな。もしかしてこれも仕事のスキルの一つなのか。まあいいや。じゃあみんな、もう一度頭の中をまっさらにして、私の紹介を聞いてください。これは、周流映写塔と言いまして、心境にあるものは全部、これによって作り出されてるんです。ものを周流映写塔に入れれば、その形とイメージに対応するものを作り出すことができる、はずだったんですけど。今は心境全体の運行が止まってて、基本機能しか動いてないんです。そこまで基本的なことしかってわけじゃないんですけど、ただ、今は平面的なものしか映し出せなくて、これを先生図って呼んでます。まあ、一種の青図とか設計図って思ってもらうといいです。つまり、最初の部品はこの先生図の中に落ちてしまったということですか？その通り。中に入るのはあなたたちに任せますね。私は外から応援のダンスを踊ってますんで。本当か？嘘です、ごめんなさい。実は運動音痴すぎてダンスすらうまく踊れないんです。どっかに座って待ってますから。いいっていいって、元気出せ。オイラたちに任せてくれ。これは何だ？歯車か？ちっちゃいな。あの大きな丸い奴らが出てきたものとは思えないけど。ちょっと説明しにくいんですけど、それは確かに外れちゃったパーツの一つですよ。他にもまだ三つあります。千里の道も一歩からと言います。いい始まりさえあれば、あとはうまくいくことでしょう。本当に？そうですよね。だって、音容量の卒業試合で、高学級に勝つほどの伝説的な君子が言うんですもんね。そのことには、もう触れないでください。何はともあれ、みんな、手伝ってくれてありがとうございます。とにかく試しに、コアホイールを修復してみますので、お二人は町に戻ってください。はぁ、私はトロすぎてあんまり役に立たないので、せめて修理のことだけは任せてくださいよ。